ラナー・ケール・シャルドロン・ライル・バイセルフ。通称ラナー王女は黄金と呼ばれるリエスティーゼ王国の美しい姫。第三王女だから権力こそあまりないものの、温厚で慈悲深い性格で国や民のための政策を行い、市政から慕われています。しかし、ラナーの献身的な姿は全て偽りだった。黄金の裏に隠れた本性は、アルベドも気に入る精神の異形種。愛するワンチャンクライムと添い遂げるためなら、王国の一つや二ついくらでも売り渡します。売国奴って罵られても気にしない。だってラナーは願いを叶えて、歌って踊りたいくらい幸せだもの。今回は4期最終話で驚きの正体を晒した。ラナー王女に対する読者の反応を紹介します。それではどうぞ。まさかアインズ様自身が道化役やってくれると思ってなくて結構必死だからね。こいつの想定を超えて必死にさせたのはモチャとアインズ様だけだよ。自分から土下座したラナーとフルタは頭が切れすぎた。私だけ生き残ってしまいました。2期の頃だろうけど姫様はどこでナザリックと接触できたんだろ。あのアルベドとデミエモンに気に入られたのは大きすぎる。特にアルベドは随分可愛がってるようだからな、ラナーのこと。恋バナする仲だからな。ああ、でもアルベドはアインズ様に道化芝居させたことに対しては微笑みながらも殺意見せてるよ。それを感じてラナーもやべえ。ってなってるから。結局自分に有益だから置いてるだけで可愛がってるのとは違う。でも乙女なので恋バナはする。デミですら仲間に対しては寛容なのにアルベドって仲間にすら厳しいからな。デミウルゴスは物腰柔らかいだけでクソ上司だと思うよ。統括の立場もあるからそれは仕方ないところもある。プライベートだとアウラやシャルティアとは気合い合いしてる。あとデミウルゴスは部下にはかなり厳しいっていうか残酷なところもある。というか、ナザリック所属じゃなくて思考の方々に直接作られた存在だけ対等に認めてるから。金で召喚したような汎用キャラにはみんな辛辣。アインズが作ったアンデッドとか召喚したモンスターは、微妙な立ち位置になってるけど。デミどころかホムンクルスメイドですらそんな認識なので。今後を考えて鈴木さんは意識改革したいらしいな。でも多分ナザリックが壊滅するけどアインズ様と未来永劫を睦み合えるって状況があったら。まあ、やるだろうな。アインズ様に反抗したらナザリック住民でも妹でも処分しましょうっていう女だ、精神構造が違う。まああれがアルベドみたいに内政管理とかできる気しないですって言っただけで思考のお方に任せられた仕事に弱音吐くとかそれでも守護者か恥を知れみたいなレベルでブチギレするからな。ただこれはアウラも弟が悪いっていうレベルなのでナザリック基準だとアルベドがおかしいわけではない。鈴木くんはドン引きする。もしかしてナザリックってブラック。でもアルベドがビキってるのをラナーはちゃんと理解してるし分かってるならちゃんと働けよ。ってなってるからやっぱり可愛がってるとは思う。まあアルベドも書類仕事多すぎんだろ。って愚痴ってたからできるやつは殺しづらいよね。自分の能力だけで生き残った上に夢を叶えた化け物だしな。将来の守護者候補でもあるしモンスターだよ。結局悪魔になったとしても思考のお方の手で生み出されたわけじゃないので扱いはつわれなみ。守護者だろうが一般メイドだろうが思考のお方の手で生み出されたものたちは尊いけど、それ以外はウジ虫以下としか思われてない。ラナー姫はアルベドとデミウルゴスにそっぽ向かれたら積むのでせっせと仕事に励むしかない。まさかアインズ様自身が道化役やってくれると思ってなくて結構必死だからね。こいつの想定を超えて必死にさせたのはモチャとアインズ様だけだよ。夢の楽園居生活は手に入れられなかった悲しきモンスター。じゃね、隠遁したいけど仕事しないラナー様をクライム君は見たいだろうか。一人ミュージカル映画みたいなノリで生きてんな。まさかあそこで歌うとな。踊りの代わりにラナーの心理描写が欲しかった。ラナーはもう人間に生まれてきたのがもう間違いって感じだし。よかったな、適正な種族になれて。魔導国としての内政においては人手が足りないことはアルベドも言ってたし人間のあれやこれやはラナーに投げれるのだ。内政担当ならラナー自身がやらかすこともないだろうしね。基本的に有能だし、かわいそうだったお姫様が頑張って、頑張って、頑張って幸せになりました。ですから物語の結末は、そのままずっと幸せに暮らしました。めでたし、めでたし、ですよね。それ以外に考えられませんよね。最初はどこかに制約結婚に出されるだろうけど相手の子供は産まず、内緒でクライムと子供作るくらいの夢だったのに。これは最高の上がりすぎる。作中一番の勝ち組？死ぬまでに子供何百人できるかな。子供に興味はないっぽいからな。子供産んだとしてその子供愛せるのかな。子供はできても処理しそうなイメージ。多分男子は生かす女子は殺すになるのでは。犬と自分の間に子供生まれたらキモいもんね。
生まれたらミグレドに渡しとけば。ナザリックにも孤児院あるんだっけ？経験あるからラナーに任せようぜ。この隙間、気持ち良さを優先して互いの体を開発していくのが目に見えている。ペット扱いという割には肉体的に結ばれることも望んでるのね、ラナー様。もちゃの件なくてもラナーの目的があれなら遅かれ早かれ王国って滅亡してた。もちゃどころかナザリック来なかったとしても長くないよ、あんな国。まあ、瓦礫の山にはならなかっただろうけど。でもクライム君、魔導国が来なければ平和が続いたって。魔導王。貴様さえいなければ遠からず王国は薬中まみれで帝国に滅ぼされていたものを。クライム君は言われたことをしっかり吸収してるからそういう意味では成長してたんだけど。まあ現実は非常。姫様のために頑張ります。って言いましたよね。クライム君もあれで姫のためならちょっと欠落した部分あるから。クライム君は姫様のために、種族変更できるように頑張ってね。クライムの蘇生費用めっちゃ安そう。確か転生には無垢な人間を一定数殺す必要があると聞いたが。頑張りましょうクライム。クライム君は何に転生するの？インキュバス？ハムスターとかでいいだろ。あの、クライム君が納得して同意したようには思えないんですが。あ、楽しみですね。ふみえ。お姫様の頑張りが報われて、身分違いの男の子と結ばれる幸せストーリーでしたね。ダンスの最後で心からの笑顔が見れてよかったねと思いました。気合の入ったダンスシーンとか見るに、3期はラナーに焦点を当てて演出してたんだろうかね。秘めた欲望を解放する喜びを滑らかな足の運びで表現した様は良かった。あのミュージカルシーン見た外人が、今後ディズニーのミュージカルシーンをまともな目で見れないって嘆いてたな。少しの犠牲は出たけれど基本的にハッピーエンドで良かった。少し。アリノス一つ潰れたからなんだというのだ。国一つ売るだけでクライムと一緒になれたからね。たった国一つで済んだ。超ラッキー。国一つ潰してやる P は気持ちいいか？最高。はい。頭ナザリックかよ。俺らナー様で闇落ちの良さが分かった。落ちとは？こいつ最初から闇じゃね？闇がさらに深く濃くなっただけで最初から闇だよ。落ちるも何も生まれた時からじゃねえか。やだよ悪落ち者の音声作品漁るようになるクライム。貴様さえいなければああ行く。ラナー様のせいで極悪美女に甘く変われるのでしか抜けなくなる中学生と書いてほしいな。数千年と続くであろう働きの代価が、クライム君のための種族変更アイテム。純愛だね。種族変更アイテムを使うために同族殺しをさせられるクライム君。心壊れるわ。魔導王。貴様さえいなければ。犬も喜んでいます。己魔導王。嬉しいわん。羨ましい。どっちも羨ましい。クライム羨ましい。羨ましくない？姫様が心底嬉しそうでこっちも笑顔になる。あの、クライムの気持ちは？一応同意してる。じゃあいいか。ちゃんとウィンウィンで終わったな。クガネちゃんが言うにはクライムは部屋から出られないみたいだから。未来永劫死ねないまま室内犬として過ごすんだ。外は危険だからな。外外は室内犬には危ないからな。まあ王国滅ぼすまで殺すなって契約は満了しちゃったから外出たら殺されちゃうもんね。クライムは種族変更アイテムで室内犬になったのだ。室内外で千年レベルで生きるとか絶対発狂する。クライム君は姫様がいれば平気なのかな。自分のせいで人間辞めさせてしまった。とか考えながらずっと過ごすよ。ハッピーエンドだね。フミエって何するの？ラナー様フミフミするの？中堅が中堅の目のまま主を踏むシチュとか想像するだけでラナー様興奮してそう。喜びそう。ガンダムダブルのエンディングみたいなことするの。鼻からペットに入れ込みすぎたヤバい女だから。ペットとは対等じゃないし扱いもペットなんだよな。100年も経たないうちにクライム君の精神が摩耗しそう。摩耗しても脳があるから回復させられそう。本当の摩耗はアインズ様みたいな回復する部位がない精神摩耗だぞ。今までの答え合わせ回想いいよね。これ全部知ってるやつだ。としか言いようのない。アニメ組にも優しい。2期から覚えてないと無理だこれ。なんならツァーの存在だって2期の1話ぶりだから普通はすっかり忘れている。ツァーと会話していたリグレットなんか再登場なしだ。名前はイビルアイたちが出してたけど。いただいた毒ってどこで使ったんだ。思ったらあそこか。皆さんも食べてくださいね。シチューにカツを求めたわけだな。シチューだけに。ニューロニストのところへ連れて行け。ナザリックの毒入りシチューを念入りに子供たちだけじゃなくシスターたちにも食べるように言ってるのは悪魔すぎる。ここに来てやっと相応の表情が見れた感じだ。アニメだけ見てる人だとここでネタバラしな印象なのかな。そんなわけないだろう。
諸悪の根源なのはわかるがなんでこんなことを？ってのはわからないだろう。ここの描写はこういうことだったんですよみたいなの流してたけど、それは今さらみんな知ってるのでは？ってなった。クライム君いなかったら爪切りあのまま死んでたんだ。とはなった。スレが踊るシーンはやけにぬるぬる動いてたけど 3D モデルを動かして手書きでトレスしてたのかな？4期までやった中で一番動いてたんじゃないかあの歌。基本低予算みたいな作画の中で戦闘シーンより力入ってた。ゴブリン軍団並みに予算かかってそう。黒いドレスに合うなぁラナーちゃん。姫様は趣味と性格以外は最高に可愛いからな。悪魔化してもぶっちゃけそこまで劇的に変わるわけでもねえからな。歌ってくれ。ウィニングライブとか言われててダメだった。身分の差という障害を乗り越えて愛を勝ち取った少女の物語だね。国なんて安いものだねー。こいつ B パートでずっと甘い気してそうだな。国王自分で殺したのは何なんだろう。生贄。あれで悪魔になったのか。孤児院とかでも毒の食料ばらまいてるから。一気にカルマチ下げてるとかそういう感じらしい。アルベドが毒提供したとか言ったのそれだよな。これで退場なのかな。アルベドにこき使われるシーン出てくるんだろうか。ひどい女だけどアルベドの八つ当たりに怯えなきゃいけないのはかわいそう。八つ当たりじゃなくて脅しでしょ。クライムが人質だと分からせるための。今回のことよりもちゃがやらかした時にヒルダのせいにしたりしてるからじゃね。原作だとそこら込みで考えてる描写あるから大丈夫だろう。本当に頭いいし。待遇も違うし。ザナックとラナーは本当にあの凡人王の子供なんだろうか。